大シノぶハイマガフィリムベイディアムはコケシノぶ科のシダ植物。この類では大きくなるものであるが変異の幅が広い。帽子のお床が海上になるのが特徴。常緑性で着性のシダである。根茎は長く横にい、計0.4から0.6ミ、mm、リメートルで毛があるが早くに落ちる。古い部分は針金状で暗褐色になり、 長さ1 5ミリメートルほどの根毛のある根が出る。葉は直立するか垂れ下がる。傭兵は長さが8から1 5トル、傭芯から流れた翼が基部近くまで伸びる。また基部に褐色の毛がある場合があるが、それ以外は無毛。傭芯は大きさ、形ともに変異に富む。卵状大円型から高皮芯型が普通だが、 卵状三角形や線状皮心形の例もあり、大きさは日本では、長さ6から20センチメートル、幅3から8センチメートルで、熱帯ではもっと大きいものもある。洋芯は2から3回以上吹くように避け、列辺は幅が広くて1.2から2.5ミ、mm、リメートルで、先端は鈍く尖るか丸く、円は滑らかで、全体に扁平だが、円が多少波打つ例もある。洋平の翼は、 幅が約1.5ミ、mm、リメートルで扁平なものから強く波打つものまであるが他の軸の翼は扁平であることが多い。法師能群は列辺の先端につく。包み巻く輪に便乗で基部近くまで裂けており、長さは普通は1.8ミ、mm、リメートルだが2ミリメートルを超えることもある。形はほぼ円形から横幅の方がやや広く、円は 滑らかなものから小さく波打つものまである。放のお床は海上で、放射能の成熟度は様々な段階が入り混じる。日本では伊豆半島以西の本州南部地域、四国、九州から奄美諸島まで分布し、国外ではインド、中国南部からマレーシアまで広く分布がある。常緑樹林内の陰湿な環境に生育し、岩の上や樹冠の上に着生する。 本種は、奉仕のお床が会上であるのを大きな特徴とするが、この特徴を持つものは、それ以外に特に明確な特徴を持つもの以外はすべて本種とする扱いがあり、抗議の本種については変異の幅が広く、検討が必要とのことである。競技にはこの範囲内で区別された種は多く、例えば宮山小ケシノブアジアの熱帯域から九州まで見られ、これは、 包み膜の長さと幅の点で区別されるとした。また大苔忍は、列片が幅狭く、養身の形も細長いもので、九州以北にあり、九州より南のものを鬼苔忍とするとの判断もあったが、明確な差としては受け取れないという。田川では本種の写真図としてこの二つのタイプのものを本種として平地している。初島は本種の学名では名を。 鬼こけしのぶとしている。以下、主として、岩月編、P85 岩月編、P85 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 岩月編、P85。ありがとうございます。